よし、いやさすが織田さん、この御苑の新緑御苑の新緑のこのあれが気分いいだろう。はい、マイナスオーラ、そうマイナスイオン、マイナスイオンだろ。あ、すいません、マイナスオーラあ、すいません、本当に今日は、はい、久々に来てくれたゲストがいるんだけど、ほう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 、ちょっとね、怪我してんだよな。あ、怪我、怪我もしてるし、その怪我の件について話したいというから、あ、まあ呼んでみようか。大丈夫かしら。あ、どうぞどうぞ。ご無沙汰してます。どうぞ、お久しぶりです。あ、樋口さんか。どっちでしたっけ。左肩ですね。左肩はね、オーディションで、はい、これのイレブンのオーディションでブレイキングダウン、はい、やっちゃったんだよ。北田大河です。おい樋口、お前俺とやろうぜ。やれ。足折っちゃったけど大丈夫ですか。いけるっす痛そうじゃん。やろうな樋口てめえ、お前ちょっといいっす。俺動画見ただろ。見てました。なんかあれ乱闘すりゃいいと思ってるから途中からポンポンついてたから、ポンポン、はい、途中からさも乱闘もう予測して誰か狙ってたのか、もうポンポンつけてた。あれ何だったんですか。あれ歩きながら最初、はい、乱闘あったじゃないですか、はい、足換の時あるじゃないですか、はいはいはい、あの時にセキュリティとかみんな乗ってきて、はいはい、手潰れちゃって、はいはい、痛めちゃったんですよ。ね、でまた乱闘になった時に、うん、長くあそこに座ってるってことはあれだなと思ってグローブつけたんですよ。あ、そうだったんですね。あれもでもどうなんですか。俺とかはこのフォーマットがずっと続くのかみたいな感じで、もうテンプリになってるじゃないですか、俺とか小宮の。そうですね。だからどうやったらこれ以外のやり方があるんだろうってこと、俺も結構頭悩んだことがあって、で今多分樋口くんがそのフェーズに来てると思うんですよ、はい、どうなんですかね。やっぱどうなんですかね。だって自分まで壊れちゃったら樋口くんの代わりっていないじゃないですか。そうですね。だからまあ、あ、いやでも代わりはいると思うんですよね、はいはい、例えばこれで僕がこの間小田君、はいはい、小田君ともこの間話したんですけど、うん、まあ、僕ら今回11出れませんでした、うんうん、だけど9とかでちゃんと爪痕を残したんです、はいはい、だけどもうここから出なくなったら、うん、もう代わりはいくらでもいるから、うん、だからどういう風にしていかなきゃいけないのか。毎回だからマットとか敷いてあって怪我がしないような部屋を用意してもらって、樋口君の部屋だけをやると思って。あ、そうですね。ひな壇からの乱闘はちょっともう危ないから我慢する。ひな壇だとやっぱ、ね、絶対後になっちゃうじゃないですか。手出せ先にやられるんで、うん、かなり不利なんですよね。確かに誰に来るかが分かんないと本当ですよねあれ怖いですよ見てて。だってこの、はい、次のブロックお入りくださいって入ってきて、大体前のやつじゃなくてその1個後ろのやつとかが急に、そうなんですよ、飛び出で前のやつに視線がいってボーッと見てると、急にその後ろのやつとかが樋口とかで来たり俺の時もそうだったんだけど、でこっちは座って受け身だからやっぱ力入っちゃうよね。この急に来られるから樋口くん見つけたら行きゃいいと思ってるもんね。だからあのブロック僕が推薦した人一人と友達一人いたんですよ、はいはいはい、でその二人が入ってきて二人とも井上くん行ったんですよ、はいはいはい、まあ、井上くんなんか申し訳ないなと思ったんですけど、うん、その後ろのやつが樋口にあマジかだって来るやつらは誰でもいいからね。そう、長時間干されてる間にあいつに行こうとか考えてるけど、もう手を変え品を変えで、じゃあ次こいつでって誰でもいいんだから、はい、俺らが作ってくれるやつに当然飛ぶし、まあ俺は早い段階で考えた作戦としては頭突きだったの。ああ、なるほど。いきなり正面から結構強めのチョーパンを入れることで、はい、それをその動画が拡散されれば、はい、抑止力になると思ったの。なるほど。みたいに行くとマジの頭突き来るから、はい、その後のオーディションでこんななって痛そうにしてるのも嫌だからちょっとやめとくかって、だから回を重ねるごとにだんだん俺に来なくなったもん。ああ、なるほど。今回はすごかったですね、うん、カットされたものもありましたからね、他の人も、うん、喧嘩打ってきてるのありましたし、うん、そうだよね、まあ、どうなってくるんですかね。樋口くんも樋口くんでいや、樋口くんも樋口くんで俺が言うのもなんだけど、歯止めが効かない方向に持ってっちゃってる。そうですね、はい、例えば見せ方として樋口くんがエキサイトしすぎてる。あ、だから相手もそれでいいんだと思っちゃって、はい、そうさせないでセキュリティの動きで
喧嘩の動きじゃなくて綺麗にスマートに決めて動けなくさせて遠征さんみたいに、あ、はい、で俺には来るなよっていう見せ方していけば先生みたいな見せ方ができた、体育の先生みたいな、はい、暴力的に塞ぎ込むんじゃなくて、はい、でも樋口くんが上から殴ってみたり、はい、オラってブレーキングダウン仕様でやるから、はい、路上仕様で、 あれをグラップラーとしてただ押さえつける、はい、分からせるみたいにしていけば、はい、もうちょっとそうしないでもよかったのに。あ、確かに。そう、でもこの間なんか結構、まあ言ってみれば樋口さんも先ほどおっしゃったように受け身というか、はい、先生を食らっちゃった場合はどうしたってカッときちゃうっていうのありますよね。そうですね、うん、で先生で来るやつらは相手が自分がどうされてもいいっていう了承の了承込みだから、うん、こっちもじゃあ思いっきりやっちゃっていいんだなって腹も立つし ね、 そうですね、あそこに座ってるとプラス本戦の試合も絶対組んでやろうと樋口君は思ってるから、うん、あの前にこれカットされてたんですけど、うん、溝口さんと朝倉さんに言われたのが、うんうん、いや今回樋口さんの相手が見つからないと、うんうんうん、もうこのままだと試合組めないかもしれないって言われて、うん、自分も初めて焦ったんですが、あ、もうブレイキングダウンって出たがってる人が多いから、うんうん、1回負けただけでもうすぐこうやって下ろされちゃうんだっていう、うんうん、絶対試合しなきゃなっていうあったんですよ、焦りがあってプラスで、それはあ、どうぞ、一番最初あの山本大我選手です、ね、うんうんうん、がいきなり襲ってきて、うんうんうん、腹立った反面自分も爪痕残さなきゃいけないのかな、うんうん、これやられっぱなしとかだと、うんうん、例えばもう誰も見たがんないのかなとか、うんうん、もうやり返さなきゃいけないのかなっていうのが出ました。なるほどね。ちょっとここで樋口君がしんどくなること言っていい？はい山本大我君だよね、はい、あの足やったって言って、はい、結構盛り上がったことだよね。一番そうですね、彼が一番爪痕残しましたよね、僕に絡んだの、うん、あの子さ、俺も全然知らなかったんだけど、実はあの子に、まあまあ、あの子にっていうか親父がいて、はい、で、あの子の親父は有名な人なんですよ。ヤクザですか？いや、不良ではないんだけど、不良ヤクザではないんだけど、ヤクザ。あ、俺、知らなくて、まさかその人物の息子さんだってことを、はい、実はその親父さんの方から樋口連絡取れるみたいな感じですっげえ連絡ずっと来てて、はい、で売るわけにいかないから樋口君を、はい、いや取れないです取れないです、しまいにはブレーキングダウンに乗り込み、ブレーキングダウンに乗り込むとか言われたんだけど、それをされても困るから、はい、一回今度樋口君と撮影近々するから、もし言いたいことあるなら俺の前で言ってほしいですよって言っちゃったんですよ、はい、そうしたら今日その日迎えちゃったから、はい、一応今日樋口君と撮影ですよって言ったら、電話してくんないみたいなちょっといいですか電話して今ですか、はい、多分終わんないんでこれ話しないと、ああ、ウリタさんも間入ってくれる、間もちろん入るです、個人的にやられたら俺も、まあ、それはもう、ね、それはちょっと暴走しないように、でもあの場だからしょうがないじゃないですか、誓約書も書いてるし、あれはお互いがしょうがないです、はい、僕だって歯折られちゃう、もちろんもちろん、あれはブレーキングダウンのあの場はもう全員しょうがないです、はい、しょうがないんですけど、世の中にはどうしてもその道理が通用しない親父っていうのがいるじゃないですか。で、今から電話する方はそのタイプなんですよ。あ、どうしてもその我々の道理がおそらく通用しないんじゃないかなと思ってて、かなり怒ってたんで。あ、有名な人ですか？有名です。じゃあ、ウリタさん、ちょっと早速ですが、かけちゃっていいですか？そのガリュウ君にかけて。はい。ガリュウさんですか？ガリュウシングさん。あ、え、知ってるんですか？いや、僕、昔、お世話になったんですよ。あ、面識があるんですね。ありますよね。あれね、ガリュウ君の息子なんですよ。マジですか？タイガ君。マジですか？でも僕、会ったことありますよ、したら。あるけど、ガリュウシングが、樋口呼んでこい、つって。え、当時8歳とか、こんなでしたね。それがあの彼なんですよ。あ時を経てブレーキングダウンに来て、樋口俺とやれよって言ったあの子が、マジですか、初代喧嘩師のガリュウ慎吾の息子なんですよ。ガリュウがブチ切れてるっていう、あ、まあ、今日の YouTube 撮影も日にちが分かったら乗り込むって言ってたんですよ。絶対家とか教えたくないですけど
と一回かけてみて、ガリュ君に。わかりました。じゃあ、ウリタさん、ちょっとあとはお任せします。はい、スピーカーしてください。もしもし。あ、もしもし。あ、ガリュ君、ご無沙汰です。あ、おお、ごめん、おう、ウリタ？あ、ウリタです、ウリタです。ああ、元気、元気。元気してました？ああ、何度も元気やってるよ。ああ、よかったです、よかったです。そうそう、さあ、どうしちゃってさ。あ、そうそう、その中、今、前言われてた樋口くんとコラボして、一緒にちょうどいるにはいるんですけど、喧嘩とかになんないですか？大丈夫ですか？いやいや、まあ、ちょっとよ、納得できる子だってさ、樋口くんには話したくてよ。俺じゃ、一応間入るっていうか、俺聞いてるとこで大丈夫ですよね。聞いてていいからさ。あ、OK、そう。話してんだけどよ。一回じゃちょっと変わりますね。はい。ああ、了解。ガリュー君です。お疲れ様です。お久しぶりです。ああ覚えてますか？あったことあるの？あ、あります。前、教えていただいたことあります。あ、マジか。はい。そこお前、ひびちくそんなんか、俺あったことあるか。あ、あります。はい。さ、なんか、まあ、うちの手がいきなりごめんな、なんか。あ、いえいえ。歯が折れたって言ってたもん。いや、こちらこそ、すいません、なんか。はい。いや、俺思ってて、あれで手が行ってさ、はい、席に押さえてるのには、はい、足潰しちゃったの？いや、それは自分ももうちょっと一緒で、抑えられてる時に最初に映像ではカットされてるんですけど、最初に顔面踏まれたか蹴っ飛ばされたかして、それで俺足取ってるんですよ。やらなきゃやられるっていう状況だったんですよね。まあその怪我に関しては申し訳ないですけど、はい。なんかブリーディングダウンとかの知らねえけどさ、まあ、俺も君のおかげで初めて見たけどさ。ああ、はい、ありがとうございます。まあ、こんなんだ、まあ、こんな感じでさやってんだなって分かったから、まあ、でもさ、そんないつ仕掛けてくるか分かんねえんだからさ。はい。で、まあセキュリティがやってんのにさ、その足取ってお前は決めてよ、おることないやろなって。いや、でも結局そのままやらなきゃやられてたんで。はい。いや、もうお前見てよ。で、なあ、そんでじゃあ、こう今度試合相手変えてたよ、お前。なんでもう大学に行ってっから、お前変えたんじゃねえか。いや、それは朝倉くんが柔道の方とやれって言ってたんで、僕は運営に任せますって話をしたんですよ。僕が別にビビったつもりはないですね。いや、実はさ、俺もあの会場にいて、はい、WBO のボクシング世界王者、高橋智也ってのがいてさ、はい、俺の弟分なんだけど、はい、でオーディションあるからっつって、俺その会場いたんです、外に。あ、本当ですか。はい。よかったな、お前。な、大学君の足つぶされた時にさ、俺乗り込んで、お前潰してたよ、ほんと。ああ。まあ、よう自分わからんからさ。はい、まあ、とりあえず、大学はお前とどうしてもやりたいって、あんなのセキュリティなきゃ余裕だっつってんから。はい。で、逃げて相手変えられてるしって言って、はい、言ってっから。まあ、そんなんだから、もしやったら、ね、お前も俺男だと思うからさ、はい、まあ、いいとこ出て頑張ってんだから。はい。ありがとうございます。だから、まあ、お前も男だったらさ、もう一回やるって口切ったんだったら、な、お互い怪我直してさ、はい、次の大会でもなんでもいいから、お前やれよ、大河と、タイマーあれよ。はい、ただ、それを決めるのは僕ではないですよね。やっぱ世間だったりだとか、朝倉さんだったりだとか。いや、あげるよ、それを見ないからやらせないからずっと思ってるわ。もう、だんだん俺も乗り込んでって、暴れってかよ。ああ。タイガでお前やればいいじゃん、とりあえず。もうタイガとしかやりたくねえっつってよ。もうこんな、こんな形でお前お互いにはなあ、むかついてんだったらよ。やるしかねえだろ。全然僕、タイガ君でもいいんですけど、ただやっぱ因縁の相手が多すぎるんですよ、自分も。その後、ね、肩ぶっ壊した子もいるし、そのこともやりたいですし。うん、それこそやっぱり柔道の日本一の子。その子にもね、やっぱやりたいですし。その、もちろんそのタイガ君にはチャンスを与えたいですよ、自分もね。結構彼も彼で面白い子だったんで。はい。うん、だけど、何やね。それだったらやっぱガリュウさんもガリュウさんでやっぱりその盛り上げてくれます。じゃあ、いや、だから俺はライズが出るんだ、セコンドも行くしさ。はい。まあ別に俺はもう子供じゃないからさ、はい、まだでバンバン暴れないから。ただ今回は身内がこうやってやられたってなったらさ、それはやっぱ許せんやろ。それは分かります。はい。なで、まあ話よく分からんけどさ、まあね、お前も強いって自分自身あんだったらさ、はい、ね、そこまですることでいいじゃんか、うん、な、決めてさ痛がらせてもらってもいい話やろ。まあ、そうですね。はい。それはやりすぎたことに関しては、まあ、ごめんなさい。はい。確かにそうですね。はい。で、とりあえずは、まあ、
回、なあ、お前らが元気やのによ、なあ、ちゃんときっちりタイマー貼ってよ。はい。そういう順番はよ、まあどうでもいいけど、まあ今回さ、俺が頭して、はい、そっち俺のこともネットに上がってんだよ。ああ、なるほど、はい。なんか、俺ね、で、こうなんだかんだ言ってきたらさ、はい、まあこんな、ね、まだまだおじさん格闘家だけど現役だからさ、はい。ガリ君、ちょっと、ね、ちょっと変わっていいですか。あのちょっと横で聞いててタイムアウトです。あの暴力団が脅かしてるように聞こえたんで、あの自分が自分が、はい、もうタイムアウトです。はいはい、もう明らかにやからが、あの樋口君に絡んでるように見えたんで大丈夫ですか。ガリュ君の、ガリュ君の気持ちもすごいわかるす。そんでタイガ君と樋口君が確かに盛り上がってるのも事実だし、ただ本当に2人がやれるかどうかっていうのは、その俺とかもただの審査員なんで、あの今後どうするかっていうのは世間だったりブレイキングダウンの上だと思うんで、そこはもう あの神のみぞ知るってとこで、で俺が思ったのはガーリュー君の、ガーリュー君のそのやからオーラ全開なのがもったいないんで、ぜひブレイキングダウンにあの遊び来てください。ああ、はい、タイガー、タイガーって言ってたさ、タイガーとかトモヤがリュー君セコンドで行ったらさ、はい、まあ、その時いや セコンドじゃなくて、はい、セコンドじゃなくてぜひオーディションに来てください。オーディションでとね。まあでも、はい、そんな感じでちょっとこれ以上喋っちゃうと、なんかあの、うん、ちょっと俺は心配になったんで、はい。ああ、了解。じゃあ、とりあえずさ、まあ、ベイキングラウンドとか、ウッチャの方もさ、はい、できれば、タイガーとね、樋口君やらせる方向でさ、動いてもらいたいと思ってるからさ。まあ、動けるかわかんないですけど、はい、あの、まあ、この動画出したりできるんで。ああ、了解。まあ、はい、その時さ、ちゃんとね、約束を守ってってくれるんだったらさ、俺もちょっと考えるわ。はい。エントリーするかどうか。1分やろ、1分やろ。1分ですよ。結果ガリュータイムですよ、いきなりスタートから。そうそう、スタートからガリュータイムなんで、はい、うん、ちょっと俺は楽しみです、そっちの方が、はい、了解了解です。また何かあれば連絡ください、俺も連絡するんで。ああ、了解了解、はい、分かった。ありがとうございます。ああ、ありがとう。はいはい、はい、いやお疲れ様でした。いやー、リアクザよりリアクザでしたね。そうっすね。まあ確かにヤクザでした。マジでこの今日本で一番話のわからないお父様かもわかんないですけど、ただそれも多分息子ちゃんを思う気持ちと、まあね、まああとね、あんまりその親父が出てきてみたいになるのも嫌だと思うんですよ、本当は。是が非でも大学でやらせてほしいって感じでしたよね。まあただ怒ってるってよりは本当息子さんのためを思って、うん、まあ息子さん大学大学も世に出したいっていう、まあ、お父さんとしての優しさみたいな感じましたけど、ヤクザにしか見えない。まあまあそれはね、どうなるかはまあ置いといて、樋口君的にじゃあ今後のなんかことだったり、あ、というか今回の怪我って、その怪我の名称というのは何なんですか。その脱臼、はい、実は脱臼じゃなかったんですよ。脱臼じゃなくて腱板損傷っていう、筋肉を支えているところ、そうですね、あの腕を動かすときにこう引っ張る筋肉でそこを損傷してるっていう形で、で、まあ、脱臼より厄介な怪我 で、まあ、リハビリを含めて一応全治あの、まあ、2ヶ月から3ヶ月、はいはい、でリハビリ期間が1ヶ月、大体、まあ、4ヶ月ぐらい見てるんですけど、世間の皆さん、あの今絡むなら今ですよ。いやいやいや、樋口君寝技できない。了解です。ありがとうございます。はい、ありがとうございます。樋口君よろしくお願いします。あ、樋口、次は樋口君のチャンネル撮るんで、はい、概要欄に貼っとくんで、はい、ありがとうございます。よろしくお願いします。はい、ありがとうございます。